から少し少ないかなと、今日もフリーバッティングをちょっと見せてもらいましたけど、ボンボン3本入りますからね、ちょっとあのこの試合数で3本は少ないかなというふうには思いますよね。外からの変化球、左中間へ、打球は伸びている、打球は伸びて破った、セカンドランナーの鳥谷ホームイン、そしてファーストランナーも一気にホームに帰ってくる、先制の2点タイムリーツーベースヒット、ガッツポーズが出ました福留。早くもルーキー青柳に援護点を取りました。4番福留の一振り、鳥谷江越が帰ってきて早くも2点先制、阪神タイガース。ファーストストライクでしたが、宮本松さん、やっぱこのね、今日やっぱスライダーが鍵だというふうに思ってましたけども、やっぱりあのカウントが悪かったり自分の不利な状況の時にどうしてもねスライダーに頼っちゃうんですよね、これが高いとこういうふうになりますよね、まあ、立ち上がりちょっとスライダーが高いという宮本